こんばんは。こんばんは。9月1日木曜日、愛媛スマート TV のお時間です。さあ、今日も頑張りましょう。頑張りましょう。はい。はい、はい。ということで、もうどんどんいくよ。うん、今週1週間、うん、いろいろあったね。あったね。うん、あった。あったね。前の時もね、ちょっと言ったかもしれんけど、いろいろあったね。聞こうか。まゆから聞こうか。今週は出会いと別れの季節でして、出会いと別れ、まゆ誰と出会った？確かにワンコたちと出会い、ワンコと別れが、うん、それ今月じゃない？今週、今週別れたね。別れました。ついに2ヶ月経ってワクチンが終わったので、里親さんたちに3匹ワンコをお渡しして、うん、無事にね、仲良くしてくれてるみたいです。ちょこちょこね、連絡くれて、そう、写真くれたり、うん、動画送ってくれたり、そうね、それ見ながらあーってなってるでもね、今月ね、うん、1匹はね、お泊まりしに来てくれるしね。そう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 、あ、里親さんに渡した仲間くれた、そう、またお泊まりそう、お預かりするよ、ね、お預かりするけん、やし、もう1匹も遊びに来ようかなって、うん、くれよるけん、まあ、合いそうだね、うん、だから、3匹になったけど楽しみ。そう、うちの犬も今は実家で遊んでるはず。そう、見てる、見てる、見てる、ワンコに、ワンコに言ったの、ワンコに言った。そんな1週間でした、うん、ね、そんな感じよね、今週はもうそんなんやったね、うん、あとはゲームしたぐらい。あ、ゲームした。ゲームしたね。体験会があったので、うん、スプラトゥーンの。体験会？前夜祭。前夜祭。スプラトゥーンの前夜祭があったので。やったね。ね、ずっとしよったよね。やった。や、私たち夫婦と松井さん夫婦はずっと4人でスプラトゥーンしよう。ずっとじゃないよ。犬とも。そうやね。ずっとじゃないけど、ほぼゲーム。ほぼゲーム。前夜祭がその日しかできなかった。そうそうそう。やってました。最後ら辺とかね、24時間テレビの24時間テレビ見ながら、自分がゲームするか、そう、一緒にしかよく、ね、ゲームしながら24時間テレビ見たねって感じだったね、うん、楽しかったです。楽しみ、はい、発売は本当ね、もうちょっと、来週、再来週かな、うん、ここの方が来週か、来週やね、来週じゃない、来週だ、来週にはゲームができます。パーソナルの人ともそんな話してマジ、そう、やる、注文しようかどうしようかって、予約したらいいのにとか出て、うん、でも、うん、それよね、セブン、うん、セブンにそのスプラのなんかパンが売っとって、なんかいろんな色なんやって、紫とか緑とか、もうあんなん絶対食べれんよって言って、見に行きたいって、でもちょっと気になる、そう、コラボ、うん、セブン行ってみーって言った、うん、結構人気よね、うん、もう3まで出たけど、やけんセブンに行ってみようと思ってます。私がね、進めたらハマって、違うよ、違うよ、は、進めてないよ、あ、違うよ、なんかしよったんだ、そう、しよって、私は元から好きで、そうそうそう、それがしたくて、何？スイッチ買って、スイッチ買って、やってたんですけど、後からハマってくれて、ずっとやってなかったけん、うん、貸してって言って借りたら、ハマってで、ハマって、ハマってじゃあ、もう発売決まったのに買って、2を。そうそうそう。一緒にやってて、3も一緒に買ったっていう。そう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 。そうね、巻き込み。はい、なんでよ。前が真似する。いろいろ巻き込み。そう。そんな感じで。うち巻き込み多いけん、はい、ね。ほとんど巻き込みです、うち。はい。はい。はい。そんな感じの1週間。タメよ。タメに聞いてなかった。タメよ。でも一緒やろ。だってずっと一緒におるの。なんか、ちょっとあまりないよ。ないかも。特にない。ゲーム見たか、はい、24時間テレビ見たか、うん、ゲームの時もらんかったよね、もらんかったかもしれない、うん、洗濯物たたんだ、あ、洗濯物たたんだ、そうそうそう、洗濯物たしぶしぶったね、そう、親が出かけとったけん、実家でね、そう、久しぶりにね、逆に親二人が出かけて私たちが入り浸っとって、そうそうそう、家にいた、いや、たまにのね、本当ワンちゃんおらんなって初めての、ちょっと落ち着いたね、うん、そうそう、ゆっくりできるけん、もう2人で出かけておいでって言って、うん、でも帰ってくの早かったよね、早かった、昼過ぎぐらいには帰ってきたけん、うん、気にしたんかな、うん、けど全然のんびりゲーム、ゲームまたしようみたいな感じだったね、そうそう、家の主はおら
行います。そう、はい、9月の16と17、はい、16、17、うん、で、この前と違うのが、うん、その薬膳を食べるの、うん、を当日にでもいいし、うん、別にでも予約ができるよっていう風に変わったのかな、うんうん、当日食べてもいいし当日じゃなくてもいいし、うん、で16日の金曜日がちょっと始まるのが遅くって、そう、お仕事帰りの方がやっぱりいらっしゃるので、うん、7時スタート、うん、っていう感じです。そう、7時から8時半、うん、でそこからご飯食べるってなるとちょっとっていう方はまた別日に予約するとか、まあ、その日に食べても全然いいみたいっていうのと、土曜日が10時、10時か、ごめん間違えた、うん、10時から、11時半までかな、うん、そう、うん、で、その後、そのまま薬膳食べて帰ってもいいですよ、みたいな感じです。そう、うん、まだちょっとね、金額とかが決まってなくって、そう、もうすぐ分かる予定なので、うん、また決まり次第、スロープフィールドのインスタの方にあげるようにします。気になる方はもう予約も今受け付けてる、まあ、金額決まってないとね、なかなかちょっと予約するっていうふうにはなれんよね。そう、まあ、前よりかはちょっと高くはなってるかなっていう、ね、前がね、特化すぎたね、うん、特別価格すぎたので、うん、まあ、もうちょっとちゃんと考えて設定しようっていうところで、うん、はい、なのでまた決まり次第で、ね、はい、みんなにインスタでお伝えします、はい、ちょっとした告知でした。はい、はい、はい、じゃあ消しちゃおう。おーい、はい、OK。 今日ね、いろいろね、盛りだくさんの内容もう消えました。うん、伝えたいことがいっぱいありすぎて、はい、の前に、先にメイン行っちゃおうか。うん、そうだ ね、今日の、はい、せっかくやけ、インスタあげたん、あげた、あげた、じゃあもうみんな何するか分かってね、うん、はい、今日はヨガです。ヨガです。前言っとったよね、なんかお月見がどうのこうのみたいな。そう、そうだね、そうだ ね、ちょっといいよ、話で。あれね、結構ね、うん、あ、前回、音も、うん、良くなくって、途切れ途切れで、あともう途中でみんなもう止まっとったかな、なかったけん、変顔もう途中でね、切ってしまったんよ。でけん、多分お月見のやつも、うん、あの、あ、声があれで、ちゃんと伝わってないかもしれんけん、もう一回言った方がいい。そういうことね。うん、そう、9月なんですけど、お月見があって、だいたいお月見って9月15日みたいなんですけど、うん、結構そう、十五夜お月様とかなんか言うね、歌であるんだ、あるね、ね、うん、うん、ある。なんですけど、今年は9月10日みたいで、あ、そういうことなの、そうそうそう、だけなんか違うみたい、へぇ、はいはい、毎月、毎月やな、毎年違うってこと、そうそうそう、へぇ、満月の時をこう合わせると、なるほどね、面白い、へぇ、じゃあ十が満月ってこと、十五夜らへんってかね、十なのかな、何曜日や、土曜日なのかな、うん、あ、土曜日よね、うん、なんですけど、うん、ということなんですけど、なんですけど、ということおかしいよねということで、今日はそのお月見十五夜にちなんで、うん、ヨガをちょっとやっていきたいと思う。ちなんだ何かがあるってことね、お餅とか、うんうん、っていう話したね、お餅って逆に、あ、クリーンとか言ったね、あ、クリーンとかね、さつまいもとか、あ、違う、それは秋よ、ね、だってさ、十五夜でさ、早くしないって時間がかかってるの。はい、じゃあ、行くか。え、まず、十五夜、はい、お月見って、はい、何を連想しますか。月、やけん、団子、うさぎ、月、餅、薄、うさぎ、そうそうそう、そんな感じよね。そんなのそれ。その中の二つ、月とうさぎ、うん、のポーズを今日はやっていく。餅ない。餅ってむずくない？なんだそれ、クリアだよ、それに至っては。餅。そうそうそう。はい。はい。はい、でやっていこうと思います。はい。だってしたら団子にもなるよね。ゴー！あ、みたらし団子になる。眉です大丈夫、できる、できるよ。
はい、じゃあやっていこうと思います。まず一つ目、三日月のポーズしていきたいと思います。はい、じゃあまず四つん這いの姿勢になって、で左足を前に出す。左足を前に出す。でこの時に気をつけてほしいのが、かかとの上に膝が来てること。多分ね。どう？ナチュラル膝の上にかかと。かかとの上に膝。かかとの上に膝。はい、ナチュラル。ナチュラルね。で後ろの足を引けるところまで引いていきます。これで引いて、ここがもうめっちゃ痛いってなるんやったら、こっちの足少し前にしてください。気持ちいいぐらい。はい。で、ここ。そう、ケーブル。うん。ちょっと待って。ちゃんとして。待って。見えと思うんですけどね、チカが踊るようになったね。それが見えてしまった。で、後ろに行ったら、右のこの鼠径部伸びとる。その付け根のところが伸びてたら OK です、でこれでもいいんですけど、ここからちょっとレベルアップします。このまま可能であればゆっくりと上体を起こしていく。そう、膜が鳴ったで、しんどかったら全然ついてもらってもいいし、手置いてもらってもいいです。 OK？ うん。はい、じゃあこのまま手して。え、しんどい、しんどい、しんどかったら手ついていいよ、休憩していけね、はい、そしたら手横に置くね。で息吸って、手前から上に上げて、吐きながらグッと、もうできる限り下に無理重心落としていって、肩の力も抜いていきます。はい、三日月の子きれくない、きれよ、あんなん簡単やん、きつい、きついよね、そうこれでゆっくり下ろします。でこれ結構きついです。こうやって起こした時に結構お腹も力使うので、でこの時に体がこうやって前についてしまう人は、あまり無理してこうやってやってしまうと腰反ってしまうけ、無理はしてほしくないです。なのでしっかりとこう起き上がれる人、お腹しっかり使える人はやってみてください。お腹落とさない。はい、戻します。はい、伸びた？伸びた。伸びた？はい。オッケー。じゃあ次反対します。なんか変な人。そう、本当に見せてあげたよ。やばいよね。よね、次反対。あ、いい。靴さんでいいよ。なんで靴さんで？靴さんで。こうやってしまう。靴さんで。インスタはどうでも大丈夫よ。見せてあげてもいいよ。いいですね、カメラマンさん。そう、いいですね。さすが。アシスタントさんいいと思う。はい、じゃあ次右足ね。恥ずかしい。やった。置いた。で、かかとの上に膝が来てること。なっとる？かかとの上に膝。なっとる？大丈夫。そのままで足後ろに引けるところまで引く。引けた？こっちの方がいいっすよ。で、今左の股関節前伸びてる？しんどくない？しんどかったらいつでも前にしてください。はい、はい、じゃあゆっくりと上体を起こせる人は起こしていく。あ、いいじゃん。え、マジでこっち行けそう、で、まだ言うもんだ早い、息吸いながら
頭下に向けてるのでグーにしてもらって、その上に一度頭を一生懸命頑張ったんやけど、ちょっと邪魔したらしい私。そうこれで多分ね、聞こえにくいよね、タオちゃんが下向いてる。そうそう、やけんね、マイクをね、下にしたらね、うん、注意が入った。やめなさい。これでちょっと頭ね、下にしてるので、急に起き上がると頭フラフラしちゃうので、これで一旦休憩して、で、ゆっくりと頭を上げていきますね、っていうのがウサギのポーズです。わかった？わからん。まあまあ、やった方がいいって。もう一回やって。やってくれ、やりながらの方がいい。眉こっちでやってよ、みんなでこう、うん、まず、できとる？できとるよ。いくよ。うん、うん、まず手つく。で、頭をこう真ん中、そうそう。で、お尻ちょっとグッと、そう、上がった、うん、いける。で、そのまま手を後ろで組む。そうで、グーっていけるところまで肩甲骨、そう上手じゃん。こう、あ、そう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 、すごいね、痛くない？痛い。床の上でするけど絶対痛い。どう？眉、眉、うん、髪切った？切ったよ、髪。これでちょっと何秒か切る。気づいてくれた、一人。髪色もいい色やね。一人気づいてくれた。早かったよね、めっちゃ。あった瞬間、ね、すごい、なんか眉の今の頭、なんかもさ。これ眉めっちゃいい、上手。はい、そしたら両手を、どこがウサギなのこれ。うん、両手を、これが耳マットに下ろして、両手マットにして、で、ゆっくりとかかとの上にお尻つけて、で、グーにして、そう、で、一旦休憩。フラフラ下にしたけん、そうそう、頭を下にしたけん、血流、急に上げたら血流悪くなるので。へぇ、なんか喋ってよ。大丈夫？フラフラしてない？大丈夫、全然ない。はい、で、ゆっくりと両手、またマットについて起こしていく。背中丸めながら頭を最後に、はい、どう？いい感じ、できたよ。できた。で、これなんですけど、あの前ね、稲木さんが来た時に言ってたかもしれないですけど、ここ100円の壺。ああ、言ったな。言ったよね、うんうん、で、こう押さえてやるので、結構あの目の疲れとか、あと頭痛、今日とかに、今日みたいにちょっと天気が悪かったりとか。確かに悪かった今日ね、とかってする時は、うん、もしかしたらあの頭痛あるかもしれんけど、そういう人と、そういう時とかやってもらったら結構こうね、リラックス効果もあるので、さっぱりするので、ぜひそういう方もやってみてください。寝る前とかおすすめです。なんかストレッチしてよ、頑張ったけど。いや、まだ、だってヨガの最初の、ちょっと待って、ちょっと待って、あの説明しやけど、まだ。どうぞ。っていうのがここ、ツボ、こうやって押したよっていうので、肩をこうやってグッて上げたと思うんですけど、これ引き寄せて胸開けてるので、こういうストレッチもあるよね。あるね、肩こりとか。そう、首のストレッチになります。で、あの眉は結構上がってたんですけど、あんなに多分上がらないと思います。肩柔らかいよね、うん、けん、そこまで無理してあげる必要はないです。で、こう頭こうやってしとるけん、首とかこう左右に動かすと首痛めちゃうので、そこもちょっと気をつけてもらいたい点かな。はい、です。はい、ストレッチはどこをストレッチしてほしい？いや、なんか頑張ったけんさ、最後こうせな、うん、何の話？どこ、どこを伸ばしてほしいか。いや、なんかケアせなして、ヨガの最後の休憩。何でもいいけん、何でもいいけん、なんかして。あ、最後にリラックスポーズをしてってこと。こういうの。あ、そういうこと。何を言おうかと思った。頑張ったけん、はい、マイク頑張ったけん、うん、はい、はい、じゃあ、どう、どこら辺がしんどい？首がしんどい。あ、首しとこ。首する？あの、したけん。ああ、やってくれ。じゃあ、首、でも、ちょっとこの首の前、うん、強さによっとつきんっていうところをちょっとほぐしていきたいと思います。じゃあ、うん、これなんですけど、ここ出とるとこ分かりますか？うん、分かる。そこを押さえていく。痛い？うん、痛くない。あ、いいこと。ここを結構あの今さ、ストレートネックとかって言ってこう、スマホ首ね、そうそうそう、とかなるったりとかすると人とかは結構ここ凝ってる人がすごい多い。痛い。やっぱりパソコンとかする人痛いんだよ、うん、で、
めっちゃ痛そう、うん、なんていうの、あのこんなところね、ほぐしたりせんけんが全然痛くないもん、マイク。でもね、それあれやん、この前やり方がわからんって言ったの。で、なんかチカはこれ自分じゃうまくできんくて、なんか私がやったらめっちゃ痛かったんで、うん、次反対、左右差ある感じで、ちょっと痛いかなこの辺そんなに痛くない、うん、でも結構痛い人はすごい痛いと思う。え、あんまスマホ触ってないってこと？いや、触っとるよ、めっちゃYouTube とかめっちゃ見るけど、うん、でも全然痛くない。で、まだ戻ったりかな。いいよ、あ、戻ってくるくる、いいよって。あんた一番回してだし、ちょっと説明しよって、っていう感じで、ここをほぐしてあげるとすごい気持ちいいので、結構こんなところ普段ほぐさんと思うけん、しっかりやっぱ痛くできんの、うん、なんかそんなに痛くない。ターミにやられたらめっちゃ痛い。なんか私が怪力みたいやん。ゴイゴイやられると痛いかもね。いや、ゴイゴイやってない、普通につまんだら。そう、違ったよね、右は痛い。でもこう左右差、左右差、ターミにね、こうやってやるやん、例えば痛くないって言われる、うん、だけどちゃんと触れてないよね、左は全く痛くない。でもさ、そんな難しくないことない？ここもなんかここ出とるところをこうやって押せばマッサージしたらいいだけやけん、うん、全然左は持ってるんで、右はちょっと痛い。なんだ前あれなんか出てない気のせい、左下、違う？あ、大丈夫です。あ、大丈夫。天気予報天気予報が出るの、うん、なので雷雨って書いてる。ちょっとね、この辺とかあれやったら結構ね、スマホしてる人とかデスクワークの人とかは特にここ硬いかもしれんけん、うん、しっかりほぐしてみてください。はいはい、はい、どうですか？うん、よかったです。いいですか、うん、はい、私うさぎさんの後にしといたらいい。私もうさぎになれました。はい、やってましたよ。やりよったね。しかもこの本当に床でやりよった、ね、床でめっちゃ頭痛いなと思って。痛かった、うん、まあまあ、うん、いいでしょう。はい、いい刺激になりました。はい、はいはい、オッケー、ヨガ、うん、オッケー。よし、じゃあちょっと来週の告知をしたいので、はい、出してもらっていいですか？来週、来週はね、9月8日の木曜日です。眉違うよまだ出てないけど、9月8日ね、私がもしかしたらいないかもしれないので、うん、2人にお願いするようになるかも。たぶんもうちょっと寄らんけん、今顔が、うん、YouTube はここにまた写真が載ってます。また来週、あのヘッドマッサージ専門サロンレポのヘッパニスヘッドスヘッドスパニストの稲木美和さんが来てくれまーす。そう、これこの前撮った写真。そう、この前撮ったね、こうやってやって撮った。後で YouTube 見てくださいね。そう、見てみてください。はい、行ってます。そう、なんか来週はね、すごいね、うん、なんか楽しそうでね、夏の紫外線でダメージを受けた頭皮のケア方法なんて。相当ええやん、うん、いいよね、めっちゃ良くない？ねえ、なんかシャンプーの後のお手入れやったりとか、うん、シャンプーの頭の、うん、シャンプーの方法とか、うん、なんかいろいろ教えてくれるみたい、うん、めっちゃ良くない？相当頭硬いよね。聞きたい、そういうのにもいいかな、うん、聞きたい、めっちゃ気になる。気に、まあ、でも結構ね、外シャンプーの方法とかさ、あ、いいね、シャンプーの後のお手入れって何？わかる？いや、せんよね。なんなんでそれ？もうわかんない、普通にこうガシャガシャねえ、うん、乾かす、あ、乾かし方とか分からんけど、でもなんか普通に気になるかも、うん、なんか興味があるね。どんなことしてくれる？めちゃくちゃ楽しみ、うん、楽しみで、ね、みなきさん、はい、楽しみ待ってる私いないかもしれないけど、あ、そっかそっか、そう、おらんかもしれんけん、もしかしたら私と長女といなきさんかもしれん、うん、ちょうどいいね、ね、3人ほんと、あら、まあまあ、おらんかったらおらんかったら楽しみまあ、配信は見てくれるよ。配信は見れる、配信は見てもらいましょう、はい、しっかり見てもらって、そうなので、はい、まあまた来週いるかどうかですね、うん、はい、楽しみだ、うん、楽しみ、めっちゃ良さそうやろ、うん、ね、結構ね、夏紫外線強いけん、今年暑かったと思うよ、うん、今年めっちゃ暑かったもんね、うん、あの涼しくなるのは早かったけど、うん、だいぶ涼しくなった。今日もでもジメジメしてるけどね、うん、台風が来てるから、ね、確かにね、うん、でも紫外線はいいかも。なんか
9月でも紫外線は強いやん。強い、まだ強い。まだまだ焼けるけん、うん、まあ、紫外線のケアプラス予防みたいになれば嬉しいなって思ってるよ、うん、そういえば全然話変わるけどさ、今日雷すごかったよね。あ、なった。雨もすごかったよ。なんか地域によったら30分ぐらい停電になったところがあるらしくて、皆さん大丈夫でした？大丈夫、ね、うん、すごい雨に打たれよった、うん、雷も雷鳴ったけど、でもすごくね、めっちゃ鳴り寄ったことない。なんか夕方、うん、夕方よね、うん、あ、しっかり雷ゴロゴロ鳴り寄った、うん、何事かってなったね。なんか今週は天気悪いの、うん、そう、台風で、ね、今週、ね、今週ってか来週台風が来るよね、うん、来週台風が来る、結局来るんだね、うん、分からんけどね、まあ、また多分、ね、こっちの固定圏またなんか伊勢崎さんが行く、守ってくれるかな、うん、まあ、あんまりいつもひどくならないんで、そうそう、ちょっと期待したいところだけど、うんうん、お天気がいいな、洗濯物が乾かないから、うわ、うわ、主婦みたいなこと言う。いや、本当にね、うちのところ本当に乾かない。乾かんよね、乾かん。うちの家本当に乾かなくて困ってる。いや、多分どこの家も乾かん。家も、ね、部屋干しは嫌やけんさ。嫌やね、うん、乾燥機もかけたくないし。まあね、嫌よね。なるべくね、うん、そんな感じです。はい、そんな感じ。天気は悪いですけど、元気にやっていきましょう。なんじゃいそれ。今日から9月ですからね。あ、本当よ、今日から9月。学校も始まったし。楽しんでいきましょう。夏休みやってよかった。あ、本当よね。もう学校始まってるやん。うわ、かわいそうに。なんか8月もあっという間やったよね。結構なんかインスタ見やったら、やっぱり、主婦の、やめて。主婦の、なんていう、お店の、え？お店？なんかこう、結構インスタでさ、うん、普通にフォローしとる人で、うん、なんかお見せしよる人やけど子供らのことを載せとったりして、ああ、そういうこと。それ見て、あ、宿題とか大変なんやな、宿題終わったみたいな書いてある。そうそうそう、そういうことね。それ見てね、ああ、そう、大変やなって思いながら、ね、ちょっと楽しんでみようって、なんか懐かしいと思って、ね、だからありがとうございます、インスタ載せてくださってるお母様方お疲れ様でした。お疲れ様でした。やっとね、終わった ね、今月も楽しんでみましょう。ね、はい。はい。